はい、おはようございます。リンダです。今日は休みです。今日はね、愛媛県の今治、こちらにね、焼き豚卵飯 B 級グルメらしいんですけど、これを食べに行きたいと思ってます。名前はね、よく聞いて知ってたんですけど、実はまあ食べたことがなかったので、どっか食べてみたいということを言うと、師匠がね、じゃあ行ってみるかということで決まりました。で、まあ僕がね、もともと行きたかったのはね、あの下灘駅、海にね一番近い駅として、まあインスタを中心に有名になったとこなんですけど、まあそこに行ってね、写真を撮りたいってずっと思ってて、緊急事態宣言がね出てたんで、なかなか行けなかったんですけど、昨日解除されて、今日ようやく県をまたぐ移動も OK になり、行くことになりました。しまなみ海道のね、入ったところの大浜パーキングサービスエリアっていうんですかね、そちらで待ち合わせしております。前回ね、四国カルスと行った時もそこで待ち合わせをして行ってきました。まあ、バイクでね、しまなみ海道を渡るのをこれで今日で2回目になります。まあちょっと天気がね、薄曇りなんでどうなのかなと思うんですけど、まあ天気予報ではね、雨は降らないっていう風に出てたんで、まあ雨の心配はないのかな。まあでも雨が降ってもね、マットガードをつけたんで、背中がびちょびちょになることはもうありませんので、雨が多い日でも安心です。はい、ギャザーはついてないですよね。高速道路ね、こうやって走るのも何回目かな、しまなみ海道降りて4回目ぐらい。もうレベル250、高速道路全然 OK ですよ。はい、なんかね、風に弱いとか手がしびれるとかいろいろまあ見ましたけど、全然そんなことないです。まあ長時間ね、やっぱりこう運転してると、僕の場合ちょっと左手がしびれたような感覚になりますけど、もうそれはね、元のバイクでも一緒じゃないですかね。まああとパワーのことも、全然もう250でも100キロ出すこともできるし、特にその250でなんか不便があったとかっていうのは今のところ全然僕は感じておりません。綺麗なね、景色がこれから続きますよ。もうここまでね、自宅から10分ぐらいでこの入り口に入りますので、いやー、ほんといいとこに住んでるなと思いました。はい、これ最初に見えるのがね、新尾の道大橋です。この左側がね、もともとあった尾道大橋ですね。昔ここ有料道路だったんですけど、もう今は無料で走れるようになりました。
味しい焼き豚卵飯も食べたことだし、行きますか。あ、坂発進だこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。レベルウォーク。待ってよ、待ってよ。置いてかないで。オッケー。まだ未だに。ここじゃない。あ、これこれを入れるの。あ、ここからんけ、写真撮ったらここ置いとかれんけ、そこに動かすけ。なんで釣った今？どうしたん？さっきスマートフォン持ったっけ？そうかもしれない。呪われとる。今日は出演多いですね。今日。